武田二十四章図武田二十四章の旗印武田二十四章は武田信玄に仕えた武将のうち後世に後段や軍旗などで一般的な評価が特に高い24人を指して呼ばれるようになった武田家家臣団の古障。江戸時代に武田二十四章図として絵画や浮世絵の題材となったもので戦国期に実在した植生や古障ではない。 江戸時代の文政期に描かれた肖像画は、掛け服の仏画の集合図像形式で、上部中央に法師武者姿の信玄が描かれ、周囲に親族衆、家臣団、国人衆が配列され、軍儀を行っている様子などが描かれている。人物の選定は、当時の上流璃や浮世絵の影響を色濃く受けている。十四章図に描かれる武将は諸本により異なるが、 いずれの図においても、信玄を一章として数えているため、武将は23名しか描かれていない。また、22章、14章、12章とするものや、武田勝より、信門を中心に据えたものも存在する。描かれる武将の名も、紅葉軍艦等に移居するため、文書上から確認される確実な実名と異なる場合もあり、また、天文17年の上田原の戦いにおいて、 戦死している板垣信方、あまりトライアスと、信玄後期から勝頼期に活躍している、真田正幸を同時に描くなど時系的に矛盾が生じる図も見られる。信玄は同時代の肖像画が複数存在しており、青年部肖像や出家した壮年の姿が描かれているが、一方で同時代から法師武者や不動明王のイメージが存在している。 江戸中期から後期にかけて、軍機物である紅葉軍艦の流行を受けて、赤包囲と諏訪補償の株と軍配を持った軍人姿の深格表現が確立し、24、諸図と同様のイメージで描かれた神言個人の肖像画も制作されている。近世絵画において、供養像としての戦国大名と家臣団を描いた集団肖像画は広く制作されているが、 廃絶大名家では、維新の需要が、わずかにある程度であり、作例は少ない。武田氏は滅亡後にも、徳川氏によって、武田維新が庇護され、また、江戸時代には、紅葉軍艦の普及や公衆流軍学の流行も、あり、その肖像画も、一定の需要があったと考えられている。江戸前期には、初代、鳥井清信による作例があるほか、 山梨県の武田神社所蔵品や、山梨県立博物館所蔵品、和歌山県の高野山整形院所蔵品や、山口県の岩国美術館所蔵品や愛知県の伊王院所蔵品などが代表的なものである。資料によって異なるが、一般的には次の武将を指す。五十音順、括弧内は文書上から確認される確実な味な）小山田信竹の代わりに、 武田勝頼が入っているものもある。ありがとうございます。